AI 対戦会カルドセプトセカンドエキスパンションセカンドシーズン第12マップ目錬金術師の館予選 B 組のメンバーはコントレイル、テレポン、ドラタカの3名です。それではスタート。さあ、予選 A 組は激しい殴り合いの末、殴り合いに参加しなかった、ほとんど参加しなかったヒゲが勝ったという形ですが、今回はどうでしょうか。はい、マットマン。やはり、何も色がないところでは、チブックが強いと見るのが普通でしょうか。はい、やっぱマットマンがね、普通は落ちないけど、コロッサスでギリギリ落ちるかなという感じなんですよね。はい。ちなみに今日11月に、こちらもチブック。はい。11月23日は祝日なんですが、なんとゲームの日と言われているらしいですね。はい。1年に1回のゲームの日、皆さんゲームで遊びましょう。で、1日前の11月22日はセガサターン、発売30周年で何か、セガから発表があるかなと思ったんですが、全くなかった。セガサターンでカルドセプトはもともと生まれたゲームなんでね。セガサターン30周年で、セガサターンミニが、発売してくれないかなということを皆さん期待していたんですが、とりあえずなかったそうです。バーチャファイターの新作が発表になったみたいですね。はい。まあ、バーチャファイターもセガサターンでアーケードのものが移植されて出て、セガ初のミリオン。バーチャファイター2みたいなことがありましたんでね。カルドセプトもそろそろ何か情報があってもいいのではないでしょうか。で、そのさらに1日前の11月21日は逆に任天堂の日、はい、スーパーファミコンが発売された日、他、ゲームキューブとかも発売されたのかな。はい、11月21日が任天堂の日、22日はサターンの日、23日はゲームの日と覚えましょう。全然関係ないですね。ホーリーワード X を皆さん採用していて、ぐるぐる回るのにかけているという感じですね。これ3人戦で1人上行くと、1人上行った1人がかなりお得ですね。予選でもありましたが、予選で1人でヒゲが上の土地を全部支配して勝ってしまったみたいなことがあるんですね。おっと、今度はテレポンとコントレールの2人が上に行った。さあ、まずね、このちょっと1のやつをね、何枚入れるかっていう問題ですね。僕は0枚だったんですけどね。1枚でも入れると、こう、事故った時に何も置けないっていうことが辛すぎて。さあ。逆に、下が1人になったんで、下で置き放題の、どなたかという感じですかね。手札がなくなりがちなんでね、このホープがいいですよね。そして置けると最高だ。いいね。みんな3人だと割と広い土地を潤沢に活用できて、全員置きまくりという感じですね。誰が踏むか、誰がレベル上げて誰が踏ませるかという勝負です。あ、また下に戻った。今度は上がテレポン1人の天下というわけですね。3人だと結構土地が置きまくれる感じ。さあ、これはまず、しかもあんまり攻めっ気がある人がいなそうなイメージなんで、みんなそれぞれ配置してレベル上げてという感じになるでしょうか。地形変化が先かな。そうですね。火1あるとだいぶ違うかもしれない。で、さらに火のマーネスとケットシが置けてるんで、ちょっとどなたか有利かという感じ。ホーリーワード X がこちらの、組ではいっぱい出ますね。もっと終盤で出て、光学値を回避するのに使いたいんだが、序盤であんまり出てもねっていう感じがします。さあ、上で天下を取ろうとするテレポン。まだいいですね。まだいいです。で、しかし、ヴァンパイアは置けない。まず、地1がないといけないんですね。地ブックにしても。これも地形変化するかな？移動。ああ、倒しに行った。倒しに行った。火1を許すまじということは？フェイト、ウォーターアームルか。うわ、守らない。
まあ、グレアム使えば一応守れたんだけど、なぜ守らない？せっかく、いやこれはでかいね。せっかく地変した土地を落とせたからでかいね。グレアムで守れて迎撃できたのにしなかった、なぜだという感じですね。これも地形変化するんじゃないかな。そしてまたやられるってことはないかな。でさらにケットシも地形変化でどれだけ有利だったんだが、一気に非3連鎖できそうなところをうまいことやっつけたという感じで、ね、この戦闘に関わらないで、わあ無理やり地形変化、これちょっともったいない、300字使って。だがしかし火は許さないという感じですね。足が速い。ああ、キメラ置けるのでかいかも。どうしようかな、レベル上げをするか地形変化をするか、どっちが先か。レベル上げは先だ、でかい。でキメラを置けたら、この序盤でキメラを置けたらもう落ちねえからな。さあ上で帝国を作る、続けるテレポン。さあ悪い呪いばかり予選 A 組で起こったが、五歩の価値が 10% 上がると関係ないんだよね。五歩のないマップでは五歩関係の祠は出ないでほしい。さあこれも殴る気満々だが、地がないと、地がないとヴァンパイア出せないのがちょっともったいない。さあこれケットシーも、ああそれより配置が先か。キメラを置いた、でかいぞ。これはかなりドラテカ有利と言えるのではないだろうか。さあそれよりもテレポンが土地を置きまくっている。これ地形変化するでしょう。そうですね、地形変化して、地3連鎖ぐらい上で築きたいところ。さてあのウッドフォークを地形変化すれば、マインド40字ちょっと高いね。もう一回ドローできて手札がカツカツにならないのはいいんだが、地形変化したいところだがどうするかな。レベル上げするか地形変化するか。さっき地形変化したからレベル上げしそうだな。そうだね、そこをレベル上げて踏ませる方を優先した。地1がないとでもヴァンパイア一生出せないからな。あ、でも聖地が今引いたからそれ倒したいが、ちょっと倒せる手札ではない。いやー土地置きまくり素晴らしいが、そのフェイトが落とせそうもない。さあそのこっちはアイテム充実して、土地も充実して、5連鎖ぐらい作りそうだな。ヴァンパイア置けないからやはり捨てる、一番の拠点となりそうなんだけどね。手札が多い時にファインド使われるのはちょっと困るよね。毎回ドローして毎回捨てるみたいなことになっちゃうから、何捨てるかによって状況が大きく変わる。カウンター捨てちゃったか。で配置、配置できればファインドも損はないんだが、なんか踏まずに越えられるか。越えられた。でさらに置く。火の4連鎖あたり作ってしまいそうな感じ、ドラデカが。さあ、テレグノーシス。昔、よく使ってくれたが、これは倒せない。どれもどっか地形変化して、地の連鎖を作りたいところだが、さあ、ファインドで。ファインド貧乏になっちゃうね。毎回 40G 使って。わー、でもいいのが来た。これは捨てないでほしい。ファインドを捨てる。さすがにファインドもいらないよと。サンイソルティスができるね。さあやっつけたいが、やっつけに行く。さあアイテムがあったと思うぞ。でもあれがあったね、アースアームレがあるから先制でやられちゃうんじゃないかな。あー残念、ボーパルでやっつけたかったところでアースアームレの先制にやられると、まあ、使わせたということでいいんだが、こっちも使ってしまったからね。しかもファインド捨てちゃったっていう、ちょっと辛い。とすると、ちょっとコントレールだけ、置き負けている感じで、北はテレポン、南はドラタカという対決になりそう。わー、ダイスがいい。ダイスがいい。下で、南で5連鎖ぐらい作っちゃいそう。テレポンもだけど。あー、しかし下行ってしまった。まあ、とりあえず地形変化で2連鎖作っておいて、さ下で勝負になるかという感じだね。
あ、地に連鎖ができた。地がここまで多いと、やっぱダンピールとかあってもいいかなと思うんですけどね。さあ、コンドル3、イーソルティス。素晴らしい。レムライトも強そうだ。610入って、これで3位だったけど追いつく。2位になった。これで地形変化して、地位1になったんで、これでヴァンパイアが置けるようになるが、ヴァンパイアも捨ててしまった。まだでも連鎖なし。さあ、どうだったかは EX だ。1,2,3,4 あー X 使うとでも上に行っちゃうけどいいのかな。サケットシーカーキメラを地形変化したいところ。10マス先は転送園で自分の王国の南ではなくテレポンの王国の北に行ってしまう。これキメラを地形変化して、いち早く地形変化して、そうだね。いやー、これはでかい。でマーネスが240G になって、まあ落ちないかなという感じ。さあ踏んでしまったが倒せない。コントレールがちょっと出遅れていたが、さっきの、ソルディスで取り返した感じ。グリーンモードでここでウェッジ2連鎖か3連鎖もできそうな感じが素晴らしいね。アイテムしかないんでしばらく何もできない。踏むだけ。でも光学値はまだないんで、とりあえず助かっている。さあ、マインが来た。マインが来た。マイン置きそう。置かない。さあ、テレポンは自分の王国に戻る。で、地形変化で、マットマンを強くする。これマットマン誰も倒せないぞ。連鎖は？しかし、南に連鎖は？なし。1連鎖までか。どれも先に連鎖したいところ。その前に殴りたいが、またアーサムリでやられちゃうかな、これ。行くでしょう。バンディット。バンディット。いやー、これめちゃくちゃ吸えるんだけどね。吸えるとしたらめちゃくちゃ吸えるんだけど。さすがに、また先生にやられた。きつい。アーサムリが強すぎ。アーサムリなければ 140G 奪ってたのに。いやー、ファインド捨てた後で、これで2回アーサムにやられるっていうのは辛いね。コントレールとテレポンが殴り合ってるんで、トラタカワだけアイテム消費しないですごい悠々自適。そう、しかしアイテムしかないんで、クリーチャー置けたしたいんだけど何もできない。ラスト一発来ると辛い。うわー、ローカスト。誰を落とすとこう言うと、やっぱりコントレール。2人で、あー違う。ドラタカの方の2連鎖レベル3を落とした。許すまじと。1連鎖レベル3よりも2連鎖レベル3の方を落とした感じだね。さあ、地形変化するか、レベル上げするか。上げた。さあ、しかしアースアムリ2個なくなって、まあでも盾があるか。アースシールドがあるか。地形変化する。いいね。だんだん。連鎖がうまく、無属性の土地しかないのに連鎖を全員うまく組み始めている感じではあるね。さあ、ようやく来たが、あー逃げることができた。自分の王国に帰ることができてありがとうございますと言わざるを得ない。ナイスホープだが、マインを置いてみたかったところだね。連鎖が次、スピットコブラを地形変化すれば連鎖4、5とかなるからね。ワーフいらない。やっつけたい。あー、これはプリズムワンドじゃ無理だけど、ティアリングハローでいけそう。としたらでかい。うまいなー、ティアリングハロー。45点貫通。なんで地形変化、地形効果10あっても意味なしと。いやー、これで王国はできるね。せっかく地形変化したテレポンの土地を取って3連鎖レベル3。テレポン王国ができ始めている。そしてドレマ。これはテレポンから奪うかな。そうだね、今取ったから許さねえよと。結構奪ったね。で、さらに土地を取る。レオナイト。レオナイトは攻撃用に取っておきたいけど、おっと、ケルピーが出てきたが、水の土地は一個もないんじゃないかな。ケルピー出てきたけど、水の土地が一個もない。これ、
ケットシーを色変えて非三連鎖キメラがめちゃくちゃ強くなる。50-50キメラ。レベル上げの方が先。うわぁ、4まで上げた。もう南に来たらお前ら許さんぜよ、という姿勢。いやぁ、うまい。うまいところでレベル上げたから、吸うのはテレフォンからになる。違う、コントロールからになる。こっちも結構持ってんじゃない？さっき200吸われたけど、285吸い返した。チャリオットがあればとかいろいろ攻められるんだが。いやぁ、殴りたい。殴りたいが、行く。行くけど殺されちゃうんで削るだけっていう感じかな。これはアイテムが枯渇している。カウンター、いやー死んでしまうのがもったいないね。これは20位まで削るんだけど、まあレベル上げを抑制するっていう意味では十分機能してるが、いやードラタカ対テレフォンという形になりそうですね。さあアイテムがいっぱい、こんだけアイテムあるとまあ落ちないだろうか。しかしダイスがいい。さらにこれでバンニップを水地形変化すればケルピーが置けるようになる。いやーいいやマナだね。さあしかし削られたからちょっとドワーフ上げづらいぞ。どうするんだ、配置か上げか地形変化か。上げる。削れてるけど気にしない。ずれてるとやられそうな気はする。わあレベル32個作った。テレポン強い。さあ負けじとここを上げるしかないでしょう。でもこっちは連鎖を崩されたんで1連鎖しかない。これじゃちょっと弱いね。でトラタカは一人で悠々自適と。さあ地形変化かレベル上げか地形変化。うわあ非3連鎖になった。さらにもう1個2個あるから4連鎖5連鎖までできそう。この環境で。さあテレグノーシスうまく使う感じ。いやー使ってくれるんだねテレグノーシス。まあ地形変化かなと思うけどどうかな。どうするだろう。ちレベルアップの方にした。テレグノーレベル3を3連鎖レベル3を3個。これはちょっとコントレールはもうしんどいね。ちょっと無理かなという感じですね。もう地形変化する。いい地形変化して、こっちもレベル3を、レベル32連鎖になったが、3個もレベル3があるから、そのどれかを踏んでしまいそうだからね、コントレールが。落ちていくのが目に見えるようだ。さあ、こっちは非5連鎖まで作ってしまいそう。おっと、しかし踏んでしまった。倒せ、そこコントレールの土地だったかな。さっきも削られたかな、ちょっと。だから、届くか。なんか武器あったか。ない。届かず、削るだけ。ここ結構ハマってくれるからね。ここレベル上げたいところなんだよね。あ、コントレール260入った。まだまだ粘る感じ、これで。シグジスパイダー。いやー、ダイスがいい。これ地形変化するか、レベル上げするかだね。4を作った。しかも、ノーム。ノームは、ノームは、通行量 1.5 倍。コントレールが踏んで終わりそうなところが目に見える。やはり1.5 倍。1200だぞ。1200。あるか。あつかないな。40、30、70だからちょっと無理か。さらに、手があるし、問題ないし。いやあ、せっかくコントロール伸びていたんだが、これ全売りになる可能性高いぞ。今上げたノームレベル4 1.5 倍を払う。1296、きつい。一気に落ちた。ノーム強すぎ。いやあ、レオナイトだったらなんとかなったかもしれないけどね。レオナイトプラス、なんかグレアムかタリスマンとかだったら、ああ、唯一の、そこの、稼ぎ頭も捨ててしまうことになった。これはそのままテレポンが走ってしまいそう。どうだ。ああ、追いつきたい。すべてのヒクリーチャーの ST マイナス5。せっかくキメラの ST が上がったのに。しかし、止めてか足がちょっと遅い。地形変化して4連鎖作るんじゃないかな。これかなりでかい。あとは下にみんなが来て、
下の地獄にはまってもらうことを期待するしかないが、その前にテレポンがゴールしてしまいそう。いやー、このテレグノーシスが強いね。好きなとこレベル上げたり、好きなとこを地形変化したりできるからね。しかも、例えば転送園で変なとこ行っちゃったとしても、転送園で南に行ったとしても北のレベルが上げられるっていう意味でテレグノーシスは強いね。いいスペルを採用してるね。さあ、これは殴りたい。今度こそ殴って落としたい。邪魔なやつは落とす。これはカウンターで落とすに行くのかな。許さないんだったらカウンターで落としに行くかな。そうだね、まあ、ここは色違いなんで別に落ちてもいいと。虎視眈々と後々ウォーターアームリで隣を叩こうと。しかしアイテム温存してるから落ちなそうだね。レインボーピースと、アースシールドがあるか。こっちもアイテムは充実してるから、ケルピーってどっかハメを作りたいよね。ケルピーハメを作りたい。またダイスがいい。さあ、隙間にガンガン行って結構ボーナスがもらえるんじゃないかな。さあ、どうする。レベル上げか地形変化か。ある一人のセプターはランダムに属性の5符を失う。5符なし、関係なしで地形変化する。うわー、強いな。 7000G が目標魔力なんだが、すでに6000、あと2周ぐらいで終わってしまいそう。その前におそらくコントロールがハマってしまえばすぐ終わるという感じでもあるが、さあ、スペルで何か邪魔するスペル来た。ドレマ来た。これは嬉しい。ドレマさっき吸われた分を吸い返したい。お、いいリリーフだね。これはキメラと交換するんじゃない？あ、違う。ウィルボーウィスプと交換して、より落ちない。HP40 から50にした感じかな。あー、上に行ってしまった。上には行きたくない。上には行きたくない。で、どれまで座れる前に、キメラをレベル上げたいね、これは。どうすか、地形変化かレベル上げか。レベル上げでしょう。そうだね。どれまで座りたくないからね。上げた。さあ、テレポンが圧倒的だが、誰かを踏めばさらに圧倒的。ここ、マインやるところじゃない？マインやらない。さらに土地を増やす。アイテムは、プリズムワンドとレインボーピース。こちらそう。ああ、ドレマ2枚いいね。ドレマ2枚で、テレポンからスー、スーで、さっきのノーム分を取り返せそう。500ぐらいするんじゃない ?300 か。さらに連鎖を作って、まだ勝負の壇上には乗っているが、その後にレベル4が2個あるのがきついな。ドラタカも、こっから先にレベル3が1個、レベル4が2個ある。しかもノーム。いやー、さらにマイン。ひどい。はい、前回のマップでは、マインを置いたテレポン自身がマインを2個踏んだという悲惨なことがありましたが、もうレベル上げないか。もう一回ドラマできるね。これは嬉しい。素晴らしい。一回、さっき、ノーム踏んだ分をこれで、なんとか取り返す。で、また踏むというパターン。ではない。耐えた。ダイス次第だ、本当に。じゃあ、置ける。素晴らしい。で、レベル上げたいところ。どなたかは X で超えられなかったか。わあ、踏んでしまった。きつい。うっぱらうはめになる。X の先がレベル4だったんで X 使えなかったんだね。で、耐えられるか、とりあえず。とりあえず耐えた。もう一回前に来るか。倒しに行く。次はコントレールが踏むかどうか。これ誰の土地だ？ドラタカの土地だが、アイテム使えずに守れなかったという感じか。逆に X ハメっていうのもこのマップだとあり得るのか。怖いな。さあ、超えられるか。レベル4が2個。いやー、踏んでしまった。さすがに無理か。どうだ、ピジョン、アースアームルで、いけるのか。40、50。あー、全然届かないね。無理だ。全く無理だ。いやー、きつい。
せっかくどれまで吸ったのに意味なくまた960を払うという。しかも殺される。ウォーターアームルだったらいけたかなという感じだけど、アースアームルじゃいけない。うわー、960払ってしまった。全無理か。いや、ギリギリ耐えた。 7000G が目標だからテレポンもしかするとゴールしてしまうかもしれない。おっと、いいものが来たぞ。これで、あー、でもレインボーピース持ってたな。 X でとりあえず逃げるしかない。トラテカは X あってよかった。しかしまだ北の地獄は続く。で、通行料を。で、連鎖を増やすかレベル上げするかだね。これでどうなるか。温泉行った。さあ、テレポンがゴールするかどうかだな、これ。まあ、またテレグノーシスが強すぎる。お金が余ったところでレベル上げだからな。でもそこのウッドフォークに止まる可能性もあるから、まだゴールしない可能性はあるが。あー、ウッドフォーク止まってしまった。倒せないが行く。テレグノーシスの意味はなかったという感じだね。あー、麻痺だけとりあえずかけとけっていう感じか。次倒せるように反撃はできないと。240払ってしまったんで、ゴール、この週のゴールはないが、踏んでしまう可能性はある。耐えた、耐えた。耐えきれるかどうかなんだよな、これ本当に。次のドラタカも耐えきれるかどうか。この後が地獄が続く。おっと、これはうまい、うまいこと麻痺をかけたところに、コンジャラーで、コンジャラープラス、ちょうどいい、ティアリングアール、ひどい、麻痺ひどいな、この麻痺は。麻痺がなければ、押してないのに的な感じ。これはひどい。いやー、でもできればコントレールじゃなくてテレポンのところを落としてほしかったんだけど、コントレールの方を落とした。わー、ドレマ強い。ドレマ上がりがあるか、これ。ドラタカから、ドレマゴール、あ、違う、テレポンからする。テレポンも結構金持ってる。74、全然持ってねえじゃねえかよ。どうだ。いやー、次の周回でゴールしそう。で、レベル上げる。うわー、レベル5を作る。さて、さて、城に行くとゴールだが、何か、そう、ヘイストで、できれば南に逃げたい。失敗するとこれ2560踏むぞ。南に逃げたい。あー、いいね。これは逃げられたコントロールは良かったが、しかし逆転はかなり難しい。トラタカもできれば南に逃げたい。南に逃げたい。うまい。これはうまい。コンジェラーが得られそうだから、HP が高いやつと交換すると。コンジェラーよりはマシだろうという、だいぶ遠い距離のリリーフを成功させた。ケルピー置ければね、チャンスはあるんだけど。エグザイルで引っこ抜くのはできない。あーっと、踏んでしまった。これはお金が減ったから、またゴールが遠のくか？そうでもない。でも地形変化して、また7000に行ったか。7000。結局7000超えてるから、まだゴールだね。7400もある。さあ、ヘイスト州。うわー、グレンデルでどっか倒したい。You've got a reward. Good luck to your next journey.戦うは何か倒せ。貫通が来た。貫通が来た。これは殴っておきたい。殴れない。さあ、テレポンはあと10でゴールだ。いいホープだ。いいホープだ。さあ、いらないマイン。エグザイルも。エグザイルはちょっとワンポイントになってていいね。さあ、足を引いていきたいところかな。アイテムは充実してるから、クリーチャーはもういらないよと。これも地形変化か。強すぎる。強すぎる。何連鎖だ ?6 連鎖。6連鎖。無属性だけの土地で6連鎖。これも踏んでしまうときついぞ。来たー、踏んでしまった。でーん。
960払って枯渇。いやー、ダイスが良くなかったな。グレンデルでいけそうな感じではあったけどね。強打して、50、60、70、105まで出たか。だけど、アイテム、どうやってか持ってるだろうから、まあ無理だよね。さあ、悪いのに。一覧の間、あなたの全ての領地の通行量が 30% 下がる。さっきじゃなくてよかったね。今でよかった。さあ、テレポン、あと6歩でゴール。よし。さあ、マインをやるか、マインゴールをするか。あー、ゴールした。早い。強すぎる。ちょっと隙がない感じだったね。攻めも強かったし、守りも強かったし、北で王国を作ったのがでかかったね。はい、というわけで、圧勝、圧倒的さ。ですね。はい。1位の、テレポンが、決勝進出。2位は、相馬力が高い、2位で相馬力が高いドラタカも決勝進出となったでしょうか。さあ、見てみましょう。圧倒的ですね。通行量収入2710。ノームが効いたね。ドラタカは1回だけ通行量収入があって、それが、さっきの、ウィル・オービスプ。踏みまくったね。3200も払っているというコントレール。ダメダメでしたね。戦闘は3人戦なんであまり起こらず。周回は、やはりテレポンが7周と多かったという感じです。はい。というわけで、明日の決勝お楽しみに。では。